流れ星のように華麗に登場、魔法少女あかりちゃんだよ。今日はこの辺りの悪者を鉛玉で一掃しちゃおう。早速私の愛用武器アルルイーを発見。ハンマーポイントで強化される前からの相棒なんだ。そしてマジカルライトマガジンも発見。不思議な力で鉛玉がいっぱい込められるよ。向かい側に悪者を発見だ。こんな時は天使のドリルで、あれ、敵さんワープしてきた。ふへへ、浄化完了。味方さんがピンチ。ラピッドネメシス。説明しよう。ラピッドネメシスとは、魔法少女あかりの愛情を鉛玉に込めて連続で打ち出す技なのだ。味方さんが倒れてる。待ってね、魔力の補充をしたら起こしてあげる。聖なる静脈注射。光の力を流し込んで体内の闇を払うのだ。まだまだ闇の眷属がいるね。圧力をかけて味方さんの回復の時間を稼ぐのだ。天使のドリル発射。炎が闇を浄化するよ。でうわー、鉛玉セイクリッドパンチ、普通のキック。うま、仲間が倒してくれた。あー、落ちてった。命拾いしたよ。味方さんが敵の位置を暴いた。必殺自家製マヤットボール。当たると玄関の鍵を閉めたか不安になるよ。敵さんは家に帰ったみたい。あかりちゃんはサポートが好きな魔法少女なの。この世界では1試合にたくさんダメージを与えるとハンマーやダブルハンマーっていう称号がもらえるんだけど、味方さんのカバーをメインに動く私はガツガツ攻めるタイプじゃないので、取れてハンマー止まりかな。でも称号なんてどうでもいいの。魔法少女あかりちゃんは平和のために戦っています。見返りなんて、たまに丸ごとバナナが食べられればそれで満足だよ。美味しくデザートをいただくために悪者はきちんとやっつけないとね。マジカルなマリダマを食らえー。自家製マヤットボール。敵のスマホに非通知の電話番号から着信が来るよ。もやもやして戦いどころじゃなくなった敵を味方が倒してくれたね。残りの敵さんは逃げちゃったみたい。ひとまず危機は去ったようだ。この狭いとこに旧部隊が残ってるのか。早速快適。天使のドリルで牽制しながら削っていこう。ダウンした味方さんが逃げ込めるように悪者を追い払って安全地帯を確保だ。もう一人の味方さんが周りを見てくれてるようだし、私は敵さんがいないかマジカルクリアリングだ。鬼は外を。よし、どうやら味方さん回復アイテムが少ないみたいだし、いろいろパクってお土産にしよう。今行くよ。愛情たっぷりの静脈注射で治療してあげるね。うわー、誰かが窓から覗いてる。ほら、女の子の回復を覗き見るとはなんてやつだ。そんなエッチな子には魔力注入天使のドリルで攻撃だ。刺さった向こう側に火炎放射を浴びせて悪の心を滅却するのだ。えい。うわ、なんか大勢燃えた。横から突っついちゃうぞ。無理せず引っ込んで回復だ。魔法少女は引き際もわきまえてるのだ。味方さんの結界で悪者の位置が丸わかり。そこだ。さすが通販で買ったドリルは便利。敵さんもたまらず顔を出すはず。おったおった、もう一人おった。チャーミングテレパシー。説明しよう。チャーミングテレパシー。あいだ、それどころじゃない。はい、他に悪者はいないかな。この人で最後だ。魔法少女チームの大勝利。こうしてこの地の悪は滅びたのだ。今回は出会う敵さんが女性キャラばっかりで、マジカル金的アタックは使わなかったね。世の悪い男性諸君、魔法少女あかりちゃんと出会ったら内股で歩く覚悟をしておくことだ。ではさらば。